ご主人様に褒められちゃった。でも調教も多く施すって、それって遅れているから、お姉様やお母様よりも一人前になるのもそう遅くはなさそうだな。で、本当は遅くなりそうだったってこと？だとしたら頑張らなきゃ。いっぱい調教してもらおう。あ、どうしたんですか？起きていたか。一つ調教を施しておこうと思ってな。はい。自分でエッチなことをするってことですか？恥ずかしすぎます。調教してほしいと言ったな。三人でまた幸せに暮らすために。そうです。このくらいの恥ずかしさは勇気で乗り切らないとな。料理。はい。うん、一つ伝え忘れたことがある。これからは調教のない時は俺のそばにいろ。どうしてそのような。いつまでも怯えたままでは困るからな。慣れさせるためにも必要なことだ。はい。やっぱり私は迷惑をかけてるんだ。もっと頑張らなきゃ。みんなで元の暮らしに戻らなきゃ。でも勉強って言っても。そうだ、りょうさんに。やだ、盗み聞きしちゃまずいよね。ええ、彼はまだ気づいてはおりません。わかっています。延長しようとするなんて想定外ですが、彼は始末しますから。どうしよう、大変なこと聞いちゃった。でも早くご主人様に知らせないと。やっぱりルリさんでしたか。困ったもんですね。コーヒーをお持ちしましたよ。ああ、すまない。ん？これからミキの調教だ。お前は部屋で休んでいていいぞ。はい。そうすれば俺も騙せるようになるぞ。私は淫乱じゃないし、禅王寺家の娘がそんなの。いつまでしがみついているつもりだ。立場を理解したんだろう。どうしよう、りょうさんがあんなこと。私入れ。あの、どうした、こんな時間に。私の覚悟を決めてきましたから。あの調教は、その。ルリ、落ち着け。何を言っているかわからん。すみません。あの、すごく怖くて嫌がっちゃって。でも、もっと頑張らなきゃいけないって思って。そのためにも。それに、初めてはご主人様にもらってほしくて。だから。どうした？いきなり。ダメです！そんなことしては。ご主人様、本当に構いますから。いい奴隷になりますから。ああ、いい奴隷にするためにそうしようと思っているんだ。ダメダメダメです、ルリ。ちょっと、何よあなた、ルリに何したのよ。いや、期間延長の話をしただけだ。本当に何か変なことしたんじゃないでしょうね。何よ。ルリの調教中、ずっと扉のそばにいたんだろ。だったらわかるだろ。そんなこと。ふん、ルリに何かあったら許さないんだから。ほら、
さっさと探しに行きなさいよ。ったく、奴隷がご主人様に要求するとはな。どうしよう、私ご主人様に。ご主人様、私そのごめんなさい。原因は寮だな。ご主人様、どうして裏で何かしているのはお互い様だからな、寮。あちゃー、バレちゃってましたか。寮さん、そうだったんですか。すまんな、ルリ。お前に不安な思いをさせたくないと、ミキがな。で、これからどうするんだ。私は楽しければ問題ないですから。これからはご主人様についていきますよ。りょうさん。こういうやつだ。だから逆に信頼できるのさ。お褒めに預かり光栄です。では、ちょっと仕込みに。ご主人様、その大きくなると厄介だよ。だが落とし前はつけさせてもらうけどな。私、不安にさせないつもりが逆に追い込んでしまったな。俺の落ち度だ、すまん。そんな、ご主人様、私はご主人様が無事で、その私、ルリ、俺専用の奴隷として協力してくれるな。不安だったんです。でもご主人様に調教されて、このまま今のこの時間がずっと続けばいいのにって。だからご主人様の奴隷にしていただけるなんて、私すごく嬉しくて。それにお姉様やお母様も一緒になんて。いいか、奴隷はご主人様に全てを委ねるんだ。主人に全てを。調教を忘れ、俺が楽しむためだけに喜ばせてやる。お前も女として身を委ねるんだ。わかりました。ご主人様に全て委ねます。よく言った。ここでですか、ご主人様。お前は俺のものだ。俺専用に楽しませてもらうぞ。みんなと一緒にいるために私も頑張ります。ええ、そうですよ。大丈夫です。そのあたりは順調ですから。家柄に見合った奴隷にと熱心にされていましたから、次の会合にはご報告できると思います。あなた方が無事であればですけどね。ご主人様、こちらの準備も大丈夫です。よし、お前たちは先に行っててくれ。俺はルリとリョウと一緒に出る。もう、分かったわよ。気をつけてください。ヤヒロ様、そろそろ大きになってくださいませ。ヤヒロ様。ヤヒロ様。マイカ。はい、マイカですよ、ヤヒロ様。私、ご奉仕させていただきます。マイ…佐久野さん。大声を出されますと、マイカ様に聞こえてしまいますから。何してんだ、ヤヒロ、佐久野。ふざけんな、開けろ、この…あれ、佐久野、ヤヒロ…マイカ様、ご無事で。倒れられまして、熱中症かと心配で。外でぐったりしててさ。なんだ。ずいぶんとうなされておられました。大丈夫ですか、マイカ様。佐久野、大丈夫。悪い夢でも見たのか。マイカ様。
not into it. I'm not into it. I already know the game and I've been through it. See all of it when they try to get intimate. Even though they know I really ain't into it. You're not into it. I'm not into it. I'm not into it.